いやあ、刹那啓介だよ。箱庭の歌、パート30です。パート30ですよ。ようやく30日過ぎたわけです。30週間。ん ?30 週間って言い方なんかおかしいけど、まあ続いたわけですよ。もうログインボーナスだったらね、モンストのログインボーナスだったらね、オーブが10個手に入ってるところですよ。初めて言いたいと思います。ログインボーナスでもしようかな。俺の生放送に10周来てくださった方には素敵な絵をプレゼントみたいな感じで、そういうログイン制取ってみようかな。俺のキャスでも前回のあらすじ、前回のパート、パート28と29はね、先週2枠いっぺんにやったんですよ。いっぺんつか続けてやったんですよ。でもってその2つのパートでは、ひよこちゃんの過去っつうか RCA 敵対しながらも小鳥ちゃんと仲良くしたい的な、そんな感じのシーンがありました。俺もひよこちゃんと仲良くしたいですね。 RCA と敵対しとるけど、はい。というわけで、まあパート27がね、3つ前のパートの27が歩夢の絵を見つけた時で、28、29となんか日常的なパートになってしまったんで、パート30、今回のパート30はなんか事件性のことが起きてほしいし、新キャラとか出てこんかなってちょっと心の中では思っております。いきます。おう、ピヨちゃん、今日も来たのじゃな。とうとう観念して斉田さんへ出る気になったか。あ、言っときますけど、収録生放送ですが、コメントの方は OK です。反応します。あ、いやいや、夏雪がなんかちょっと出てきて、違います、そういうんじゃないですから。一気に否定し始めた。あ、なんかちょっとなんか映画出てきたり出てこんかったり、なんか多ないよこれ。あれ、琴音はまだ来てないようじゃんの。今日は欠席だ、歩む。多分お前今回の出番これだけかもしれんぞ。今のうちにちょっと目立っときな。ふう、まあそういう日もあるわな。こんな感じで、また今日も僕たちの午後は始まった。日常パート、なんかな、今回も。ひよこちゃんのパートが3つも続くことになってしまうぞ。なんか事件性起きてくれんかな。え？みんなそれぞれの自分のしたいことをし始めてから数分。ひよこが僕に話しかけてきた。どうした、ひよこちゃん。将来の相談か、進路相談か。僕そんな進路を決めれるほど偉い人間じゃないぞ。みんなで何をするってわけでもないのに、なんで毎日集まってるんですか。え、まあ確かに言われてみればその通りである。全員で何かをすることももちろんあるけど、基本的に個人個人好き勝手にやってるのが僕たちだ。集まる理由なんてないと言えばない。なんというか、それが当たり前になっちゃってるからっていうか。よくわかりませんね。まあ僕自身よくわかってないけど、でもそうだな、ここにいる方が楽しいことが起こりそうっていう期待があるかな。ふーも。ここにおった方が楽しいことがありそうか。それは宝くじ買ったら当たりそうみたいな感じかな。違うか。それは違うな。同じことをやるにしても、家でやるよりここでやる方が楽しいしね。どんだけ家悲しい。どんだけ家悲しい環境な。そんなもんですか。ひよこは部屋のみんなをぼーっと眺めていた。みんなそれぞれ自分のことに集中しているので、僕はひよこに小鳥のことを尋ねてみることにする。昨日の夜は小鳥の妨害したの。そんな普通に聞いて答えるか。それしちゃった、答えちゃった。答えるんじゃ別にいいんじゃ、そういうの答えても。え、まあ仕事ですか。そっか。と言っても今の小鳥は妨害する必要もないですけどね。え、どういうこと。小鳥ちゃんに何かあったん。あの折凌介さんもあの場所にいたんだから見たでしょ。ああ、力発動できん時の小鳥ちゃんか。ああ、力は発動したけど効かんかったんだ。そうじゃそうじゃ。大きいやつにまた太刀打ちできない小鳥の姿を。あ、あれ何なんだろう。もう上位種はなんかアンチなんちゃら、アンチ小鳥フィールドでも発動したんだろうか。全然聞いてなかったよな。そういえばそうだった。そういえば。小鳥の出した光の歯が効かない敵。
あの夜のあの山の中にいたのはそういう敵だった。じゃあ小鳥はまだあいつを倒せないままなんだ。根本的な問題ですよ。競争室で何かを忘れて何かを覚えてるか分かりませんけど、今の小鳥じゃあの大きいのは倒せません。どういうこと？そんなの落ちられるわけないでしょ、敵なんですけど。お前らのチームはあの黒いやつの成分とかそういう性質が知っとんか、お前ら。まあそりゃそっか。そういう割にはいろいろ教えてくれている気もするけど、そうなんだよな。とはいえ、今日はここに小鳥が来ていないのはあれを倒したいでいるせいでしょうね。きっと今頃 RCH は緊急会議しているに違いありません。今後の対策のやつじゃ。小鳥ちゃんかわいそうに、そういう会議があるから俺らのところ来れんのか。ナムアミダブツ、クワバラクワバラ、クソ。ま、小鳥が何もできないでいる間にヒョコたちはヒョコたちで計画を進行進めさせてもらうだけですから。計画って？だから言うわけないでしょ。チェヒョコだったらうっかり口を滑らすと思ったのに。舐めてるやん。それ完全にヒョコじゃなくて舐めてるぞ。まあ俺もそう思っとったけど、いけるかなってちょっと思っとったけどな。しょうがない、今度大野さんに会ったら聞いてみよう。あの人だったら簡単に教えてくれそうな気がする。知っとんかな、敵側の情報知っとんかな、大野さん。ひよこへの質問も終わり、何をしようかと悩んでいると、ん？なんだ？入り口の塔を叩く音が聞こえてきた。誰が来た？まさか小鳥ちゃん来た？小鳥ちゃん、小鳥ちゃん、会議終わったんだね。やったー、みんなでランデブしようぜ。てか俺とランデブしようぜ。うん、誰じゃろう？さあ、ちょっとピヨピヨ、誰か見てきて。客ですけど、あたし。ひよこちゃん、もうみんなの仲間に入らないか。敵同士でもいいから、もうこのグループ入らないか。君をメンバーに入れても誰も文句言わなそうな気がするんだよね。馴染めてきてるし。あ、んなこと知らねえよ。一番ドアに近いやつが行くのが当たり前だろ。しぶしぶ立ち上がり、ひよこは入り口まで歩いていく。あ、聞くんじゃ。言うこと聞くんじゃ。そういう割には聞くんやな。謙虚やの。はいはい、誰ですか？めんどくさそうに戸を開けるひよこ。すると、け。どうした？ひよこちゃん、大野を見るような目で誰かを見てるぞ。マリンちゃん。え？あ、そうか。ひよこちゃん天敵だったな。マリンちゃんの天敵だったな、お前。来ちゃったよ。天敵来ちゃったよ。安心の散りかと思われたらここも来ちゃったよ。さて、これは面白くなりそうだぞ。あら、ひよこちゃんにコナミさん、ごきげんよう。マリンちゃん、そのごきげんようって言葉ももうだまされんぞ。君の本性わかっているからな。もう、ライオンさんのごきげんようっていうかさ、もうオオカミさんのごきげんようだからな。わかってるぞ。オオカミの おたけびが聞こえるぞ、今では。そこに森崎が立っていた。森崎、どうしたの、こんなところに。ひよこちゃんがいると聞きまして。誰に誰にだ。ここの場所の状況情報誰かにリークされてるな。誰かで売ってない、裏で誰か情報誰かに売ってない。ああ、そうそう、俺が呼んだんだったわ。お前かい。お邪魔してもよろしいですか？ああ、どうぞ。よかったな、歩夢。今回2回目出てきたぞ。1回で終わるところを2回目でさせてもらったぞ。ゲームの作者さんに感謝しなあかんぞ、歩夢。よかったな、歩夢。靴を脱いで森崎が上がってくる。いやー、ひよこちゃんが乗り気と聞いて思わず飛んできてしまいました。絶対それ夏行きの思惑だ。ひよこちゃん乗り気とは言ってなかったからね。へっ、乗り気。これでコナミさんも参加してくれますよね。え、ちょっと待ってください。ひよこ参加するなんて言ってないし、そのつもりもありません。あ、なるほど、夏行き。やるな、お前。マリンちゃんにその嘘を流したらさ、マリンちゃんがもうすごいガンをしてくるからな。ひよこちゃんもう断ることはできない。断ったらもう何されるか分かりませんからね。もしかしたら拷問台にかけられるかもしれないぞ、マリンちゃんのことだからね。さて、出るのか、今回も出るのか、マリンちゃんのあの顔。あれ、マリンちゃん、ちょっとその顔じゃないと思うな、僕は。来たー来たー
さあ、来ました。皆さん、このマリンちゃんの顔を見てください。マリンちゃんの悪いこの顔を見てください。しかし、これはまだ第一段階に過ぎない。この、その次の第二段階が来るかもしれません。どういうことです、お兄さん。第二段階を待ちましょう。はあ、うっかりしてたぜ。まだ了承もらってなかった。絶対、これ、頭の中でさ、よし、計画大成功みたいなこの考えてますね。こっから了承を顔にもらいに行こうとさせるんでしょうか、マリンちゃんにね。うっかり？いただいたメールにひよこは参加する気満々、コナミも意欲的って書いてありますけど、コナミちゃんのことまで意欲的扱いしてるな。自分の妹売ってるぞこいつ。何すべき？それはあれよ、アユムが勝手に売ったっていうか。アユム、アユムはそんなことしません。アユム、アユムよかったなお前、3回目の出番だぞ。3回ももらえたんや、よかったなお前。人のせいにするな。まあいいです、どちらにしろここで決着はつきますから。その通りだ、夏雪もそれを狙って言ったんだろうな。来たー、マリンちゃんの悪どい顔の第二段階行きました。この前はこれでだいぶ前にこれをサムネにしたことあったな。それぐらいの勢いです。ポケモンだったら特性は威嚇です。ねえひよこちゃん、うえー、おっとひよこちゃんもこれに関してはもうトラウマもの、トラウマものです。ちょっとちょっと、いくら参加させたいからって暴力はダメよ。あ、そうか、今回はイズキがいるんだ。イズキが止めに入るか。暴力がダメとかどの口か言ってんだよ。え、そうだな、イズキ結構暴力で抑えるタイプやけんな。こう見えて口で抑えるんじゃないからな。あ、いえこれが日常だ。あ、あゆむお前4回目、もういいや、このネタいいよ。もう歩にかまってあげる必要ないわ、もう。歩やって出るときは出るんや。そういうことにしとこう。とりあえず座って、一旦落ち着いたらどうぞ。どうだ。そうね。飲み物を飲みながら、ゆっくり話し合ったらいいじゃない。ほぉ。そしてその飲み物は、夏雪がいるんじゃないだろうな。大丈夫か？よかった、伊月だった。伊月の入れたお茶を、コナミ、ひよこ、森崎、夏雪が囲み、僕と伊月と歩は遠巻きにそれを眺める形になった。箱庭の歌のいいところっていうのはさ、こういう日常パートが始むからなって思ったところで、いきなりさ、こういうバイオレンスの展開になっていくからね。マリちゃんが来るなんて俺想像できんかったな。予想できんかったな。出た、マリンちゃんのこの目。こうなってしまったらもうマリちゃんは歯止めが効かないぞ。ということなので参加してください、二人とも。ちょっと待ってください。いきなりというわけですと言われても。もう聞いてるでしょ。ひよこちゃんが参加するって言ってくれれば、このみさんも参加するっていう話。そうなんだよ。日常パートでも平和な時間は訪れないっていうのが、このゲームの真理です。どっちが非日常なんかわかりませんね。一応聞いてはいますけど。じゃあ、いいわよね。ね。いいわけないです。ひよこもこれから、これでもいろいろやることがあるんですから。こんなところに来てるのに。確かに。ひよこちゃん、ここは遊びの場だぜ。ここに来るってことは、当然遊びに来たってことしかないぜ。まあ、歩は勉強してるけど、あいつは例外。ちょっと森崎、こんなところでどういう意味を。こんな素晴らしいところに来てるのに。そうね、丸め込まれた、伊豆木丸め込まれた。生徒でもなければ島の住民ですらないひよこが最大に参加できるんですか。それができるもんみたいな感じは言おったような気がするんよな。それは大丈夫だ。一応島外の島外かな、島外で行こうか。島外の人間でも参加できることになっている。ちっ、嘘でも参加できないって言ってくれればそれで終わりだったもの。いや、歩は真面目やけんさ、何でも正直に言うよ。歩に嘘ついてもらうって考えたひよこちゃんが甘いんだ。大体クラブさんに友達を作ってもらいたいって言うなら他にいくらでも方法あるでしょう。いやでもさ、ひよこちゃんあのバレエの時でさ、もうちょっと親睦深まったけんさ、一番友達になりやすいってのはひよこちゃんだと思うよなって俺は思うよな。最多祭だからこそ意味があるの。はっ、そういう特別な行事を一緒に過ごすことで二人の関係をより深間違えました。
その二人の中っていうまで、コナミちゃんとひよこちゃんじゃないんだ。このひよこちゃんと、ひよこちゃんだな、コナミちゃんとマリンちゃんのことなんだ。まあ、前のパートから見てくださってる人にはとっては、もう言わずもがなだですからね。友達ができやすいでしょうってことですよ。そもそも友達を作ること自体、コナミさんは別に望んでいないんでしょ。マリンちゃんは良くないです。そう、そうじゃよ、ひよこちゃんの言う通りじゃ。必死に抵抗してみせる二人だったが、そんな二人に向かって森崎はダメよと きっぱり言い放った。いい？よく聞きなさい。野菜を食べたくないっていう子供に対して、母親はあらゆる手を使って野菜を食べさせようとするわ。そうはな、例えばさ、唐揚げに見せかけて唐揚げの中にねじ込んだり、これ食べないと妖怪ウォッチのメダル買ってあげないんだからって言うてさ、無理強いさせたり、あとは殴る蹴るの暴行して壊せたり、母親はいろいろな手に出ます。なぜならばそれは体にいいから。つまりそういうことよ。何言ってんだこいつ。なぜ言ってんだ、何言ってんだこいつ、言われたら、なぜ時期に言われたら終わりだ。わかりませんか。要するに相手がどんなに嫌がっているようが、それがその子のためになるならやるべきだと思ってるんです。なるほど、わかる。わからんことはないよ。わからんことは一つの意見やな。いわば予防接種の注射みたいなものです。微妙に説得力あるな。っていうか、クラビさんがクラスに友達を作っておけばひよこも巻き込めなかったのに。まあそうなんやけどさ、ひよこちゃんごめんな。みんながひよこちゃんがさ、魅力的で可愛いと思っておけ仲間に入れたかったんかもしれんの。ピョーちゃんに言われたくないの。ううクラビさん人当たりもいいし、友達なんて簡単に作れそうなのに。それはもう同意見やな。なんで友達いないんですか。それはそんなの簡単じゃない。ここにいる人たちのせいです。言うと思った、マリンちゃん言うと思った。なんか俺らのせいにするんよな、マリンちゃん。何、どういうことよ。年上の先輩たちとずっと一緒に遊んでたら、クラスみんなだってコナミさんに近寄りがたくなっちゃいます。特に問題なのはお兄さんです。ほ、あれ、お兄さんが変態なのが一番の問題です。おいおい、俺のどこが変態だって言うんだよ。まあそれは否定できんのだな。ごめんな、なずき、俺否定できないや。いや、もう見た目も中身も全部だろ。そうやな、男でこういうゴスロリ系の女の子が着るようなゴスロリ系の服着とる時点でもうちょっとあれなんよな。男でこんなさ、ツインテールするやつなんかおるんだろうか、この世に。わからんな。マジで？大体何が女装し、なんで女装なんかしてるんですか？なんでって似合ってるだろ。似合っとったら何でもいいんだろうな。なぜ何で似合っとったら何でもいいんだ。だったらお前、いつもこの場所ではね、メイドの格好しとけよ。似合ってるんだぞ。似合ってると思うんだぞ。似合ってるどうかで聞かれたら、それはめちゃくちゃ似合ってますけど。だろ？あれだよ。なんだっけ？材木撤去とかいう適材適所じゃないかそれ。材木撤去でただ片付けしてるだけじゃないか。適材適所、そうそう、それ全然意味合ってない。材木撤去って。初めて聞いたやから、材木撤去なんかの場で使えそうな言葉ではないけどさ、なんかの場所では使えそうやな。材木撤去な。かすりもしてないな。似合ってる似合ってないとか、そんなのどうでもいいんです。とにかく全てにおいてお兄さんが変態にしか見えないのが、コラムさんに友達ができない大きな理由の一つになってるんです。飛び散らすように言った森崎の言葉を受け、なるほどね。夏月はおもむろに立ち上がると部屋の隅の方へと歩き出した。あ、聞き入ったよ。夏月の終わりにはなんかあっけなく聞き入った気がするな。もしかして男の服を着るようになるのか。お、男の子だったんですか。そうなんですよ。あ、そうか、カズニャンさんでもしかしてさ、最近見始めた方だったよな、確か。そうだな。そうだとしたらわからないな。男ですよ。夏行きは男ですよ。
これは夏雪って名前がもしかして女の子の名前に見えましたか？残念、男です。これでも男なんです。パート1からのもう真理ですよ。夏雪は自分が男の子でありながらもう女の子の服装を着ているというわけですよ。自分の意思でね。コスプレイヤーでもないのに、アニオタでもないのにですよ。それは確かに変態だって見られてもおかしくないかもしれない。よくは見られんかもしれない。けどそれは、なんていうかな。言葉が思いつかないや。ん？何してんの？そして棚を開けると中身を物色し始める。まさか。お前、もしかして、とうとう男の服着るか？おう、あったあった。ハサミ？ハサミ？戸棚から取り出したのはハサミを右手にした夏雪。そしてそれを自分の頭まで運ぶと、夏雪は何のためらいもなく。まさか。よいしょっと。ジョキジョキ。これはもしかして。結んでいた髪を切り落とした。え？ショートにし始めた。ショート。ツインテールやめてショートにし始めた。これ見たら何その顔。兄貴何してるんじゃみたいな顔してる。コラミの声で我に返る。みんな唖然とした顔で夏雪を見つめていた。ツインテールの死体が。兄上、な、何をしてるんじゃ。え、髪を切ったんだが。どうして。それはとりあえず内面は直しようがねえし、だったら外見からかなって。夏雪お前ビッグじゃないか。なんかお前ビッグに見えてきたぞお前。し、信じられません。神や女の命とも言われているのに。いや女の子じゃないから。いや男だから。切るにしても外でやりなさいよね。散らかるじゃないのよ。気にするところそこかよ。っていうか、プレッシーがあって伸ばしてたんじゃないんですか？ないわけじゃねえけど、でもそれでコナミに友達できないんじゃダメじゃん。兄上。とりあえず、片付けるか。そうだね。っていうかさ、早う夏雪。髪切った後の夏雪の顔見せてくれ。それが一番視聴者さん的にも気になってるはずじゃ。じゃ、とりあえず夏雪には、近所のこと、床屋行くんかよ。まあ、徳屋に行ってちゃんと整えてもらった後のやつを見たいよね。次のパートあたりかな。残った5人で髪の毛の掃除を終わらせた。みんなちょっと見てはいけないものを見てしまったような顔になってる。夏雪の行動に大きなショックを受けているのはどうやらこの2人のようだ。私があんなことを言い出さなければ、お兄さんも髪切ったりしなかったわよね。おりんちゃんは悪くないって。私が友達いないせいじゃ。わ、お前らなんか罪感じてる。お前らなんか今更罪感じてるぞお前ら。夏雪の行動偉大だった。もうビッグだったよ。ビッグ夏雪や。なんか好転するどころか、ブルーで始まっちゃったあの二人。まあまあね。ショックを受けているのはあの二人だけじゃない。僕や歩や伊月も平常心とは言えない程度に動揺していた。まさか夏雪がクラミのためにあんなことするなんてね。夏雪やばいな。やっぱり兄貴やなあいつ。まあ何をやるかわからんやつではあるが。あんなことをされたら出ないと言いづらくなってしまうのなあピオちゃん。よく関係なくないですか。もう関係者になってしまったよ。ひよこちゃん大丈夫かな。コナミとひよこがそんなやりとりをしていると萌え先が立ち上がった。私とりあえず今日は帰ります。おそっか。声が変えているぞ俺。明日私たちのグループを打ち合わせをするから、もし参加してくれるようならお昼の1時に学校に来て。今までは強く言ってきたけど、もう無理強いはしない。でもね、コラミさんにはクラスに友達がいた方がいいって思いは変わらないし、それにコラミさんだけじゃない、ひよこちゃんとも一緒に何かしたいって本当に思っているから。
私は二人と友達だって思っているから、二人とみんなと楽しみたい。だから来てくれると嬉しいな。珍しく塩らしい態度でそう告げ、それじゃお邪魔しました。森崎は本拠地を後にした。ああ、マリンちゃんはな、裏はあんな顔やけどいい子なんやなって思います。その際に対そのマリンちゃんに対して二人はどういう感情を抱くのか、それは次回のお楽しみということにしておきましょう。セーブ。さて、楽しみができました。この二人の考えた結論と、あとやっぱり何といっても夏雪の髪型どうなるのか、どんな感じの夏雪が今後出てくるのか、次のパートで明らかになるかもしれませんし、そのさらに後かもしれません。とりあえず来週、あ、まあ次回の放送をお楽しみに。というわけで今回はこの辺で週上げ。あ、なお来週定期生放送は試験期間中なんでお休みします。次の放送は2週間後です。よろしく。やっとレコード